間一本増しを持ってるだな。あの伝説の股間一本増し。貼り付け台のようなものの後方にお塩希望が設置されたマシン。一体どんな動きを見せるのか。うちの田中やな、このマシンでどんな体勢で息子に食らってもびくともしない股間の持ち主なんだよ。見せてやれ。どうすんの。え、あ、そういうこと。感じるだ。うわ、そういうこと。お前大丈夫だよ。し、じゃあ打ち込み開始。あ、来た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 。まあ、来てるよ来てるよ来てるよ。バリバリ見せたい見せたい。いつも感じた。ラックね。はい、余裕ね余裕ね。はい、そう余裕ね。見たかおい。なかなかあるじゃねえか。だからこっちも得意なやつがいるんだよ。おい、よしのぶ。全てのダメージを吸収する股間を持ってるんだ。よしの、見せてやれ。出んのかビビってんじゃねえ。ああああ、ストップって言ったらストップって言えよ。ストップって何だかしたんだろう。これ何だよ。鋼のケツって聞いたことあるだろう。鋼のケツ？あれ俺のことだ。